ター級のハロウィンパーティーが行われました。ラルクアンシエルのハイドさんがボーカルを務めるバンプスやアシッドブラックチェリーなどが参加したハロウィンパーティー2011。このロックイベントは出演者も観客も全員仮装することが決められていて、ハイドさんはジョニー・デップ主演の映画シザーハンズの仮装で参加。観客もハロウィンらしい衣装でステージを楽しんでいました。